第5インド師団の M4 シャーマンから取り外されている 75mm 砲、M3。1945年3月29日、ビルマのタウンサ自覚にて本項目では、第二次世界大戦期のアメリカ軍で開発、運用された、車載式の 75mm 砲について述べる。M2、M6 の4つのバリエーションがあり、主に戦車に搭載されたが、 B-25 爆撃機にも搭載された。M2 と M3 は M3 中戦車で使用され、M3 は M4 シャーマン中戦車で使用され、M6 は M24 軽戦車で使用された。M7 軽戦車でも使用された。M4、M5 は B-25 中爆撃機に搭載された。M3 中戦車に搭載された 75mm 砲。 M275mm 砲を搭載した M3 中戦車 75mm 戦車砲には主に5種の鉄鋼弾が用意されていた初期の鉄鋼弾は重量 6.32kg の M72 鉄鋼弾だったが遠距離になるにつれて貫通力が低下したのですぐに M61 鉄鋼弾に置き換えられた M61 鉄鋼弾は重量6 6 3ラムで 空気抵抗低減用の仮棒と、超弾防止用の飛棒をつけた仮棒をつけ、飛棒をつけて鋼弾だった。これにより、遠距離での貫通力が向上した。M61 鉄鋼弾には、装甲貫鉄後に砲弾を破砕して、被害を拡大させることを狙った爆薬が仕込んで、あったが、大部分の M61 鉄鋼弾は、爆薬なしで出荷された。M61 の所属は、 秒速617メートルであり、500ヤードで傾斜レードの走行板に対して81ミリメートルの貫通力を誇った。これは1942年時点では十分な性能を持っていて、最大50ミリメートルの垂直走甲板しか持たない、ドイツのスリー戦車、方号戦車に対して効果的で1500メートルの距離から全面走行を貫通できた。しかし、 1942年3月に出現した48口径 75mm 砲 KWK-40 を搭載した砲合戦車 G 型は、車体全面装甲圧が 80mm に増加していたため、75mm 砲 M3 を搭載した M3 中戦車の戦場での優位性が低下した。ただし、砲塔と棒立ての全面装甲圧は 50mm のままだった。 優位性の低下は装甲がより強化された M4 中戦車の投入によって幾分か緩和された。M4 中戦車の56度に傾斜した車体全面装甲板は30度傾斜させた場合、KWK40 では貫通できないとされた。第二次世界大戦初期のイギリスの戦車は、合計 40mm のオードナンス QF2 ポンド砲や、 口径 57mm のオードナンス QF6 ポンド砲などの高速で小口径の戦車砲に依存していた。戦車砲としては、これらには十分に榴弾が配備されず、不評支援を十分に行えないという欠点を持っていた。アメリカの 75mm 砲の有効性を経験したイギリス軍は、不評支援の役割も担える戦車砲として、 オードランス QF75mm 砲を採用するという手段を取った。1944年までに、これは標準的なイギリスの戦車砲になり、北西ヨーロッパでの戦闘では、クロムウェル巡航戦車とチャーチル不評戦車に装備された、75mm 砲、M3 を搭載した、M4 中戦車。B-25 に搭載された 75mm 砲、 M575mm 砲、M6 を搭載した M24 系戦車。M5 から派生したバージョンで、M24 チャーフィー系戦車の手法として装備された。ありがとうございます。